こちらビフォアの状態は毛量がちょっと多いのとくせ毛が気になるというところです。こちらにワンプロセスでできるブリッジメッシュとカラーですね、これを同時進行できる時短の方法でやりました。くせ毛カットをしてムササビバームオイルというバームをつけてスタイリングをするとカットだけでパーマが出せます。で、こちらはペンシルシザーとショーバルタンというシザーを使いながらくせ毛カットをして、そのくせ毛カットをしたところにバームオイルだけをつけてスタイリングをしている状態になります。くせ毛の方でもですね、このようにパーマを生かしくせ毛のパーマを生かしてスタイリングしたりすれば伸ばすことも全然可能なんですね。この方は肩下のミディアムを今後目指して伸ばしていく予定です。そこでウェーブのスタイルを今後していくというように変えることができました。